会社がね、定休日でですね 行けなくて、そう。前から薬飲もうと思うねんけど、ちょっと薬効くの遅いと思うから、ちょっと今日は15分配信で 終わりたいと思います。ごめんよ、ちょっと先飲んどこう。いて、下 がいて、マジ朝から絶望したもん。歯医者のために早く起きてさ、なんかそう、矯正器具のその針金削るぐらいなら、予約なしで大丈夫なんですけど、もう嫌だよ、ちょっと劇場はね、お薬で乗り切ったんですけど、やっぱもう消えてきてね、帰り道から。痛い。明日こう、そう、定休日だった。本当ミスったわ。ミスったわってか、知らんかったけど。血の味がしてるんだ、こっち。このタイミングで定休日って気づいたの？普通に朝起きて何時頃行こうと思って、で先に電話だけしとこうかなと思って、何時頃にお伺いしますっていうのだけ。なら定休日って書いてた。他の歯医者に行けばって。一応ね、電話もしたんやけど、あんま受け入れてくれはしないのよ。その他のところでやってる矯正器具だしね、まあ、やってくれる場所もあるんやろうけど、恩師が電話したところは全部やってくれなかったので、これはしゃあないってなって、もう諦めた。明日いけそうなのって。明日はね、休みじゃないからね、そう、歯医者への、多分大丈夫だと思う。今日はちょっと痛かったです。で、それでね、今日は村山チーム、そう、手をつなぎながら公演、お浜の生誕祭でした。そう、なんか前回のね、フォー公演よりかは落ち着いてできて、そう そう、ちょっと間違えちゃったとこあったけど、でも全体通してすごく楽しかったです。ものまねの評判いいねって。そう、びっくり。なんかお題だけね、決めてて、あの MC、 そう、前半 MC、 そう、浜についてっていうのだけで、仕切りとかも何も決めてなくて、いきなり茶番を挟んでみたけど、他のメンバーがみんな乗ってくれたからよかった よかった。モノマネ似てた？よかった。ファンの人が笑ってくれてて、拍手いただけて、
すごい嬉しかった。すごい嬉しかった。自己紹介 MC から交流ない話出てたからなんて。あ、そうなんや。大西がハケたとかな。そう、交流ね、浜はね。そう、でもね、メールでも書いたんですけど、そう、浜ってね、後輩からね、怖いって結構ね、言われることで有名だったりするんですよ。そう、チームメイトのなんかのコンサートの時も後輩メンバーから言われてて、あ、ママがいる、おっつ、そう、そう、浜は昔怖かったみたいな、そう、話すのが、でも話してみたらめっちゃおもろい、ね、そう、よくね、後輩から怖がられるタイプではあるんですけど、でもね、浜と仲良くなりたいんですっていう後輩多くて、そう、そうやって言ってきてくれる子が、浜さんと仲良くなりたいんですよ、何話せばいいんですかって言われることも多かったから、せやねんな。本人のね、人見知りがね、本当になければね。でももう今日で人見知りやめるみたいなの言ってたからね。そう、浜人見知りなんですよね、めっちゃ。でも元気なネクラっていうのさ、きょんちゃんが言っててさ、あ、めっちゃそうって思った。そう、元気なネクラ。そう、それやって思った。それなって基本だってネガティブなんです、もうハマってネガティブやったけど、ポジティブになって、なってっていうか、なんやろうね、明るく見せるのがすごい上手になったから、逆になんか、そう、もともとは明るいかもしれんけど、大西がそもそも会った時とかはほんま静かやったし、それこそもうね、暗い印象があったからでね、セリカもお手紙で書いてたけど、そう、人一倍ね、周りにね、気使ってたりとか、本当に繊細なので明るく見せるっていうのがでも上手だなって思う。うん、そんな感じですね。そう、今日はね、生誕祭で式でもさせていただいてありがてえですよ、本当に。お手紙読みました、セリちゃんからの。セリちゃんからのお手紙も、行きますよも、行きますよもよかったって。そう、あのロマンスロケットのね、煽りも今日はさせていただけて、よっしゃー、せーの、3123って、321なんだけど、321全然違う、321なんだ、ふんふん、あれな、流れでいいかな、そう、流れでいいかな、今、うんってなった。日本語じゃなかった、英語やった。シーツだ、恋をする、地球人、不思議な生物の存在、惹かれ合う地球人、ハートの進化の途中、さあ
あ、この青りさ、喋るのおいしい、下手くせやから。そう、何やったっけ、あ、この青りね、どうしようかなと思って、直前まで。でも、スイーツ、ワンって言ってるから、なんか、浜の可愛い顔まで、スイーツ、ワンとかやろうかなと思ったの、あの時。でも、それ、浜とかに言ってなかったから、そう、直前で考えちゃったから、急に、そんなん言われても、無理かって思って、やめた。そう。でもね、やりたかった、ちょっと。浜の変顔まで、スイーツ、ワンってやりたかった。そう、でもね、もうちょっとね、早めに思いついとけばよかったなってそう、急に言われたら絶対わからないのなと思って。そう、事故るのを避けてもうやめました。そうでもね、そう、最近なんかやりたかったなっていうのがあったね。13分が過ぎましたよ、ありがとう。もう明日は絶対ね、一緒に行くわ。いて、本当にすごく楽しかったです。じゃあちょっとね、あと2分ぐらいで15分経つので、ちょっとランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位まさみアットマーク、ももちゃん誕生日まで、お、111日かな、今月もよろしく、さん、ありがとうございます、イエイ。すごい、111やって誕生日まで、24になっちゃう、やだ。そして2位がハギハギアットマークももちゃんおじさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。うん、そして6位が SL アットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がさっきやとマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がポチさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がチヨシさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がイチヨシ ABS さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラストがお豆アットマークドーミンさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。そしてタワーは1位の方かな、ありがとう。じゃあ読みますね、まさみアットマークももちゃん誕生日まで111日かな、今月もよろしくさん、まさみさん、まさみさん、まさみさん、なんだこれ、なんだケーキ、あ、ウェディング、あ、クマディングケーキ、あ、クマディングケーキ、ありがとうございます、ありがクマディングケーキなるほどね、ウェディングケーキじゃないよね、クマディングケーキだね、ありがクマディング、ありがとうかわいい、ありがとう。ということでね、15分のテロップも出たので、ちょっとね、早いんですけど、本日はこの辺で終わりたいと思います。そして舌を休めますではこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西野向でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。